そして今日この土曲この言葉を合言葉として皆様と一緒にこのステージに立たせていただくこと本当にありがたく思います。心を込めて朗読させていただきたいと思います。今日朗読させていただく作品ですが、と同じ東北岩手県の山田町というところに少し障害を持つ女性なんですが、震災の直後から詩を書き続けている女の子がいます。実は昨日、盛岡で彼女に会ってきました。チャリティーコンサートをしてきました。そしてぜひ福島の皆さんにも私の詩を聞いてもらいたい。ぜひエールを届けてほしいということで今日は参りました。ではお聴きいただきます。海を揺らさないという震災ポエムです。 世界最大級の揺れと凶暴な津波はそこに来ました。避難所で暮らす人々の中に余震に怯えながらも毎日詩を綴っている女性がいました。岩手県山田町の障害者ケアホームに住む佐藤恵子さん。 経験のない津波、たくさんの命、家を失い、電線が切れた、被害地生活1週間、一体何をしたかったの？ 止めるには、止まるには、どうしてこんなに海や地球が暴れ出した。みんなこんなに頑張ってるのに何が足りないのかな。止めるには、止まるには。
私が風邪ひいて熱を出すよりまだ海の中にいる人こそ早く暖かいところへ行かせて体を休ませたいよ。 私は生きているから大丈夫。早く暖かいところへ行こう。海がお空になり流された人は お空になり太陽になるよ。みんなを守ってるから。みんなも海とお空を見ようね。 震災ポエムと名付けられた大学ノートの詩は400編を超えました。一編一編から震災直後の言葉に出せなかった不安、恐怖、悲しみ、自然への畏怖や憧憬、そして生きる希望が伝わってきます。